11月14日ストーブリーグまとめ。ソフトバンク、オスナ来季も残留。ソフトバンクの絶対的守護神、ロベルト・オスナ投手28が来季も残留することが13日、分かった。出来高払いなどを合わせて、4年総額40億円規模の超大型契約で基本合意した模様。これまでの日本球界最高年俸は21、22年の楽天田中将大の9億円推定。球団は NPB 史上最大級の誠意を見せた。今季で契約が切れる腕の動向は国内外の他球団も注視していたが、引き止めに成功した。昨年末、ロッテから年俸500万ドルの単年契約で加入したオスナは49登板で3勝2敗26セーブ、防御率 0.92。7月上旬から1ヶ月以上セーブ機会に恵まれない不運もあった中、アストロズ時代の19年にメジャーのセーブ王に輝いた実力を示した。当然の金額だわ、こいつはヤバすぎる。坂手はあれだけ活躍したから、複数年失敗しても許されたが、オスナに4年はあかんやろ。田中正義だったらその100分の1ぐらいでよかったのに、あんた怪我しまくってましたやん。オスナよオスナよ絶対オスナよ。こいつとライデルどっちがすごいの？その金で先発連れてきた方がよくね。さすがに外国人優遇しすぎ日本人ではありえない。抑え20億出すんだ。バウアーみたいな選手なんだな。バリバリのメジャー選手だったけどトラブル持ち。リリーフ20億ってメジャーと同じくらいだな。金の使い方おかしいんじゃね？メジャーだと先発は20億円から40億円、リリーフは数億円から10億円程度だぞ。10億といっても円安だから670万ドル程度だからな。エンゼルスで叩かれまくったルークさん750万ドルより安い。元阪神のスアレスでさえパドレスで年平均920万ドル ×5 年契約。一定失敗のアレック・ローダーに40億連発強化しないとどっちにしても来年もきついだろうな。いい選手でも10億は高いって。ワンダーフランコ獲得頼む。これは美しい引き止め。采配次第では余裕で優勝できるチーム監督次第だわ。ついでにバウアーも30億出して取っちゃえよ。ファンじゃないけど嫌な予感がする。ソフバンは最近上場したアームが好調だからまた業績良くなるかもね。28歳か。抑え20億なら千賀に20億出しとけよ。ソフトバンクの他の選手の年俸と全然釣り合ってないやん。意味わかんねえな。出来高込みで10億みたいだね。ソフトバンクは基本4割、出来高6割にと言われてるけど、まあそうしておかないと外国人は特にやる気なくすからな。あからさまにメジャーセーブ王経験のある20代がなんでロッテに行ったね。 EV 問題で契約しない球団があったのと、その後に契約した球団から肘の手術を勧められたが拒否して保存療法を選んだ結果解雇。肘の具合がどこかで悪くなったらどうなるのかだな。 DeNA 石田FA 行使。 DeNA の石田健太投手30が今季取得した国内 FA 権を行使することが13日、分かった。複数年での残留要請を受けていたが公開のない選択をしたいと宣言。残留を含め、興味を示した球団とも交渉する意向だ。16日から他球団とも契約交渉が可能となる。左腕は14年ドラフト2位で入団。2年目の開幕からローテに定着し9勝4敗を挙げた。中継ぎに転向した19年から2年連続40試合登板。ブルペンを支えながら選手会長も務め、若手選手からの信頼も厚い。今季は自身3度目の開幕投手を務めて23試合の登板で4勝9敗、防御率 3.97 だった。石田君地元に帰らないか、広島取るかな、西川の分抜くなら取れんちゃうか。今年の投稿打定でこの QS 率は先発として見れたもんじゃない。中継ぎでも使えるよ。中継ぎでならまだいけるし声はかかるやろな。左腕は主張する時点で声はかかったんやろうが、どこが欲しがったんやろね。巨人やろ、うん、先発中継ぎで使える言うても、結局どっちも一応できますぐらいの中途半端な能力なのではベースでは役に立ったんやろうけど、そもそも石田って先発にこだわるタイプじゃなかったっけ。中継ぎ OK なら評価めちゃくちゃ上がるやろ。左というだけで価値がある。 C なら取るとこあるやろな。ベースの戦力削れるし取れなくてもマネーゲームに持ち込むだけお得やん。山崎と対して変わらんやろ。石田上げてるんじゃなく山崎が持ち上げられすぎ。働いてくれたら儲けで取っといてええやろ。 C なら絶対お買い得やわ。てかソフバンとか加山首つってるし、いれば色々使えるしな。左腕足りない金ないチームも取りやすいし、ロッテは取りに行かんよ。あそこ終盤先発おらんかったやろ。この成績で複数年定時って構図されてると思うけど FA するんやな。来季の D が本格的に終戦しそう。でも D って昔からそういう危機的な状態な時に限って優勝してるイメージあるけどな。昔から優勝してない定期、これ気無償パターンあるだろ。ソフトバンクの調査入ってるし木村パターンはない。いつの間にか石田クラスが FA の目玉になってて草。広島西川FA 権の行使。広島西川龍馬外野手28が保有する国内 FA 権の行使を決断したことが13日、分かった。宣言後の残留可否については話し合われておらず、対談となる見込み。左の高打者をめぐってはオリックス、ソフトバンクなどが興味を示しており、争奪戦になるのは確実だ。8年目の今季は夏場から終盤にかけて右脇腹痛による離脱があったものの、2年ぶりに規定打席に到達し、出場109試合でリーグ2位の打率3割5厘、9本塁打、56打点をマーク。47試合で4番を務め、5年ぶりのクライマックスシリーズ進出に貢献した。2日にあった残留交渉では、今季年俸1億2000万円から大幅増となる3年契約で総額6億円推定を提示したとみられ、西川は思った以上にいい条件でしたと語った。通算2970打席で打率2割9分9厘を誇る左打者をめぐっては、オリックス、ソフトバンクなどが興味を示しており、 FA 宣言を受け本腰を入れて獲得に乗り出すとみられる。今後争奪戦に発展するのは確実な情勢だ。今年の成績がデコならいいけど違うから、これはカープきついな。計算できそうでできないスペ体質だから意外と影響が少ないのではないかと思ってる。怪我で離脱して10連勝したのに長打が期待できないのに、守備も走塁もいまいち、全体的に
人材不足すぎる。西川はバットコントロールだけはマジですごいけど、それだけの選手、守備は普通だが肩は弱い。あとよく怪我するしタイマンプレイも多い。深夜2時に発表ってどういうことよ。全国の新聞に発表させない。この成績じゃ巨人は欲しがらないでしょ。カープ大盤振る舞いしたな。カープとしては若手に外野1枠を与えた方がメリットあるだろうな。広島が2億 ×3 年の提示、これマックス評価じゃないのか。よそはもっと出す気か。すげえな。ソフトバンクは世間体気にせず山川に行った方がいい。明らかに右打者足りてないんだから。だって謎の体調不良による休みが多いんだもん。他も言っているが、ソフトバンクが優勝を逃した理由は主軸を打てる右打者の不足。西川は左打者だから補強ポイントではない。そもそもこれまでの年俸も安すぎだな。他球団なら今年ですでに1億5000万は超えてきてるだろう。毎年のようにスペって抹消期間があるからむしろ高めだろ。守備ではタイマンやらかすし、肩弱いしバッティングでもたまにムラッキが出る。ランクに限らず昨今は右の長距離砲不足、小粒の左打者は飽和状態。1億2000万の選手だよ。3億以上出す球団があれば以上。西川って地味に通算打率高いんだよな。我がベイスターズに来てくれないだろうか。オリックスに移籍するために FA したのに来るわけないだろ。毎年怪我で離脱するから微妙な選手。最近は悪球打ちも減ってきて面白みもなくなってきた。別にいいよ。末金、田村で穴埋まるし、西川龍馬は一人で野球やってるような態度がよくあったので、出てってくれた方が広島的にはありがたいのでは。広島が今年より戦力がダウンすることは間違いないね。秋山が手術明けのシーズンになるし、野間も突きってなるし、末金や田村らは本気でレギュラー取りに行けよ。新井さん固定で1年待ってくれただけ。走れないし1年持たないし、まあしゃあない。若手に切り替えていこう。左というなら西川よかスケールのでかい田村と中村高に期待だな。来年は使われる機会が増えそうで、そこは楽しみ。近田の広島的に3割バッターが抜けるのはかなり痛いが、大砲の育成も急務だし、1枠枠と思えば悪くない。 FA で出ていった来が引き止められるわけないよな。広島西川、セリーグに行くことはない。来季以降プレイする球団の決め手は、西川、セリーグに行くことはないので、それも言いました。セリーグなら正直、行く意味はないと思っているので、行くならパリーグでやってみたいですと。やっぱりセトパでは野球が違うので、少なからずパの野球に興味があった。野球人生は短いので、そっちの方でもプレイしたいと。オリックスでやってみたい。巨人に行くことはない。巨人、秒で撃沈です。辛いです。中川、宗、西川、頓宮、森、杉本、紅林、ここは、大臣いらんな、また優勝や。なんやいきなり残留規定か。広島で終わるより違う選択肢があっても良いな。西川も米も大阪出身。オリー席で確定。中田やウォーカーですら出番ないんだから巨人に席なんてないよ。そうか、そよぎのとこ行くか。水本ヘッドもいるからな。辛いです。って言いなさいよ。オリックスは山本のポスティング資金ができるし余裕だろうな。観客動員数も増えてるし。ダッツ、なんやと。怪我が多い選手かな。チームが変わるとますます多くなるパターンであろう。1年遅れたけど、これで吉田正尚の穴が埋まった。カープファンは割と冷静だな。まあ西川の地元だし別リーグだしって感じかな。巨人キラーだからしれっと巨人入りして欲しかったのに。まあ裏で話ついてるって考えるのが妥当だろうな。オリックスさん人的故障よろしくね。それだけ言ったんだからケチっちゃいやよ。巨人に移籍してボロクソに言われた伊藤を思い出した新井なんか何も言える資格ないしな。プロで個人事業主なんだから好きな職場で働いて稼げる時に稼いでほしい。FA 資格もっと早く取れるようにして選手の入れ替えもっと激しくなってほしいかな。最後は新井さんみたいにしれっとカープに戻ってくるんだろ。両方、巨人中田、FA 宣言、見送り。巨人の中田翔外野手は FA 権行使の申請書類提出が締め切られた14日、球団に申請書類を提出せず、権利行使は見送った形となった。中田は10月19日、秋季練習に姿を見せた際、自身が有する海外 FA 権について再言及した。権利行使について、いろんなことを考えていると熟考中ながら、代打でっていう気持ちは全くないとスタメン出場への強いこだわりを鮮明にしていた。そらそうよ、自分がなぜ巨人にいるのか思い出したみたいやね。残念でもなく当然、むしろなぜ出場機会を求めることができると思ったのか。代打で頑張ってくれ。そら働かなくてもあと2年我慢して6億もらった方が得やしな。え、そんなもらってるの。せやで、FA 行くなら残り2年6億の契約発しておくとアウトや、勝負行く方が頭おかしい。まあ取ってくれるところなかったんやろ。対右ファースト岡本、レフト秋広、対左ファースト中田、レフト岡本、残留ならこれでええやん。トレードあるか。2年ダラダラ過ごして引退やろな。もう体ボロボロで無理やろ。裏でどこからも話しこなかったんやろんな。 DH とファースト空いてるチームあると思うが、下手な外国人野党よりは計算できそうやのに。今年の右の代打中田、ウォーカー、中田が残留した世界戦中田、おこえ、中田が優秀した世界戦おこえ、北村、さすがに残留で嬉しいわ。おこえ北村は見てられん。中地残しておいた方が良かったレベルやな。ひどすぎてくさ。よくこれで中田いらんとか言えたな。普通に中田戦力やろ。なんでそんないらんいらん言われてんねん。今日のはスタメンなのか。仮に翔さんをトレードで取ったら年俸3億の2年契約も引き継がないとダメなん。そうならトレードも厳しいんじゃ。いくらか巨人が持つという話はあったな。ウォーカーも放出したのに中田まで出ていかれたらたまったもんじゃないわ。残留してくれて助かったわ。去年ポランコも放出してんのにウォーカー中田まで消えたら長距離砲岡本しかおらんくなるやんけ。まあ巨人以外でどこもそんなには良さそうな条件出すほどのことはなさそうだったし、そりゃこうなるよな。ただ年俸3億円はいかにも高すぎる。腹が辞任したから中田の場所は本来もうないのよ。ないや、坂本、門脇、吉川、岡本で確定。外野守るんですか。坂本がフルで出られるわけないし、門脇が来年活躍する保証ないよ。さすがに中田スタメンの時は岡本レフトやろ。阿部がどう考えるかやけど、実質2年目の秋広と門脇をレギュラーで計算するのは怖すぎやろ。特に秋広は後半大失速かましてるし。ええじゃんええじゃん、もう最後まで巨人追ってくれや。秋広スタミナ切らさんように米食わしたってくれ。巨人の方は本当に残留なのか。
中田残留記事消えた。記事消えたぞ。どこのか忘れたが記事消えてんな。放置日刊スポニチも見たが中田残留報じてるのは今のとこサンスポだけだな。デイリー記事は消えたね。ガチじゃん。消えたのデイリーだけなら謎だな。記事関係なく行使しなかったのは決定だから。放置が古仕方なのも謎だわ。中田と喧嘩してそう。放置が最初にオフとアウトのことバラして FA しろみたいな記事最初に書いたからな。中田は不信感持ってるかもしれん。放置中田完全スルーって丸の時と扱い違いすぎやろ。明日トレードあったりして放置の記事次第かな。明日のそれによってはトレードもあるかと。放置が放置してるのがな。何かあるだろ。西武山川ついに FA 権行使。西武は14日山川穂高内野手が保有する国内 FA 権を行使したことを発表した。この日が新生期間の最終日だった。山川は球団を通じてコメントを発表した。この度、私が取得させていただいた FA 権の行使について、皆様にお伝えさせていただきます。結論を先に申し上げますと、今回、FA 宣言をさせていただくことを決断いたしました。皆様に多大なる不快な気持ち、不信感を生んでしまった一連の出来事を通じて、ただ野球をするということだけではなく、関係する全てのことを、自分一人で考え、また、家族と考えさせていただきました。野球から離れることだけではなく、社会から離れることまでも考えました。それでも、私の心から消えずに残り続けたことは、野球がやりたい、野球をさせていただきたいという答えでした。プロ野球選手として恥ずべきことですが、ここまでの気持ちになったのは、これまでの野球人生で初めてのことです。FA 宣言により西武ライオンズ以外の球団の考えを聞いた上で、残留解析の判断をさせていただくことは、新たな野球人生へと歩ませていただきたいという、私の一方的な願い、自分込みの意思のように聞こえてしまうであろうことも、重々承知しております。それでも、私が宣言させていただくことで、何より、私自身のこれからの野球人生に対して、重い責任を持ち続けることの覚悟であることを、どうか少しでもご理解いただけたら幸いです。結びになりますが、ご伝達が遅れましたことにつきまして、誠に申し訳ございませんでした。お待ちいただき、また、ご心配いただきましたこと、心より感謝申し上げます。山川は3月に行われた WBC で侍ジャパンの一員として世界一奪還に貢献。だが5月に強制性交の疑いで書類送検され不起訴処分となったが、球団からは無期限の公式試合出場停止処分が課されていた。今季は17試合の出場にとどまり、打率2割5分4厘、0本塁打、5打点だった。これ他球団のファンって取ってほしいと思うのか。中田翔は行使しなかったから山川の巨人行きはなさそう。ソフバンが金出さないなら中日かもな。ソフバンっぽいけど中日取りに行くなら面白い。怪文書だけど代理人が考えてるんだよね。ようこそチュニドラへ。本人の話をまともに聞かずに姉に無理やり和解で解決させようとした。球団への不信感が消えなかったってことだろ。ソフバンファンは全然歓迎してないな。ソフバンは安く買い叩けそうでにんまりやろな。うん、やっぱソフバンと話ができてるのかな。それとも中日が確約したか。どっちなんだ。中田、お前がおせえからし損ねたじゃねえか。なんか宣言残留すれば許されそうな雰囲気だな。残留なんて偉人もないって感じの長々コメント。果たして今の時代に取る球団があるのか。なかなか宣言しないなと思ってたらポエム考えてたんか。せめてセリーグ行けよ。なんで最終日ギリギリまで引っ張るんかね。西武にも連絡してなかったみたいだし、行かれてんのか。中日全力で行けよ。ここで金使わねえでどうすんだよって話。ケチケチせずここは全突破しろ。ソフトバンクに入って埼玉が地元の中村明が人的故障。特大の事故物件な上に故障まであるんだろ。取る球団は経営判断狂ってるだろ。中日の参戦で一応形はついたな。綺麗なジャイアンに生まれ変わった山川、ソフトバンクで急ぎをしてくれ。メッツ戦が新人王受賞ならず。 MLB 機構は14日全米野球記者協会 BBWA が選出する新人王を発表。ナショナルリーグはダイヤモンドバックスのシーキャロル23が選出され、最終候補入りしていたメッツの千賀滉大30の受賞はならなかった。アメリカンリーグはオリオールズのジーヘンダーソン22が満票で受賞した。今季メッツに入団した千賀は1年間ローテーションを守りきり、チームトップの12勝7敗、防御率 2.98 で202奪三振を記録し、野茂英雄、松坂大輔、ダルビッシュ有に続く日本人投手4人目となるシーズン200奪三振を達成した。千賀をさすがに新人扱いはな。信頼は勝ち取れたよな。メジャー行って成功だった。チームトップの勝ち星とかいつの間にかエースになってたんか。ワールドシリーズのキャロルの活躍がすごかった。一定選手から大出世したな。千賀の活躍のおかげで今年のポスティング選手かなり恩恵受けるでしょ。イチロー愛のキャロルが新人王でいいよ。イチローも喜んでるだろう。時点でもすごいわ。WBC 出ててこの成績なら日本でもっと人気出てたかも。もったいない。 NPB12 球団の先発ローテーション1番手は余裕でメジャー級だということだ。同じ成績でも30じゃなければ取れた。全然無理。量が違いすぎる。年俸が新人じゃないのにおかしいな。山本なら新人賞取れるかな。そら NPB でバウアーが新人王取ったらおかしいやろ。おん、キャロルって母親が台湾人なのかなんか、視野入ってるっぽい顔だなと思って調べてみた。途中苦戦したけど2点台まで持ってきたのはすごいな。新人王は取れなくてもあのメッツで千賀はよく頑張ったわ。